します。なんで分かってないの？妖精だよね。2本だもんね。これ2本だよね。うん。え、本当に？こっち速攻折れたよ、もうだって。おめでとう。おめでとうだね。見えるかな？速攻出ました。気を感じますよと。早いね。分かる人なんですか？分かるタイプの人なの。波動を感じた。波動なの。出て、お姉ちゃんになる。嬉しさと不安がすごいこう入り混じってるかも。この子に対してなんか寂しい思いをさせるのかなとか。させないよ、大丈夫だよ。させない、させない、大丈夫。させないよね。させない。世界一幸せである。なんだよ、大丈夫だよ。不安なの。なんで不安なの。今までこの子にだけ向けてた愛情がだけじゃなくなるって考えると、いやいや、それが倍になるってだけの話じゃない。この子100見てたら100じゃなくなるわけだよ。いや100だよ、100だろ。100見れないじゃん。50にならないだろ。でも実質的に愛は変わらなくても、実質的にはその見れる範囲は変わっちゃうじゃん。大丈夫だって心配すんなよ。2人で協力すればな。こんなに可愛い子がまた生まれちゃうの？だよ、困っちゃうね。困っちゃうね。本当はもうしっかり安全に成長を祈るだけです。そうだね。うん、それ産婦人科楽しみです。本日はですね、あれから1週間ぐらい経ったのかな、みーさんだけ産婦人科に行ってます。で、僕と娘はミスドで待機しております。どういう結果が出るのでしょうか。無事これから診察だったよ、ママ。連絡来たよね。連絡来たよ、どうなるだろうね。パチパチパチって。おいで。はい、到着しました。天丼、そば、私はうどん、和牛、サーロイン丼、イクラは食べれませんけどね、もうね。イクラ好きじゃないからだな。あ、そうだ。あー、ブシュってしてる。ちょっと遊んじゃダメよ。あむあむしてください。あむあむ、あむあむ。どうだったんですか。ちっちゃいね。これもしかして。そうそう、これがこれ。の中のこの本のやつ。本すらわかんない。まだ小さすぎて。そうなの。わかん、私の目じゃわからん。来週、再来週ぐらいにもう一回行って、無事に大きくなることに祈りましょう。いや、性別結構ちょっと気になるな。あんま、あれだよ、嬉しさ伝わってない。いや、なんか嬉しいより今不安の方が大きい。話に喜べない。ね、無事育ってくれるかもわからないし。このあと1、2週間の間に何があるのかって。その不安はあった。って言ってること。でもさ、1回目からまあちょっと心臓も聞こえたからそうなるんだけど、2回目とかもうすごいもうドク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 だったから。よかった、もう生きてるーと思って、すごい嬉しかった。嬉しさとかやっぱ増したけど。妊娠期間との不安な期間ないよね。しかも一番何もできないじゃん。薬とか何でも飲めるわけじゃないし、我慢するもの。そして今回この子いるじゃん。早めにだからお母さんに連絡して、お母さんなんで犬飼ったんだよ。しかも結構手のかかる犬。お母さん、お母さんしか頼れる人いないんだよ。俺は。おいで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 。お、来た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 よ。
病院行ってまいりました。お書類もらいました。おおおめでとうございます。よかったね、よかったね。無事心拍聞こえました。よかった。バチバチに聞こえました。うわよかったね。予定は8月2日です。8月2日はい、真夏日やん。はい、ね、ちょっと心配から解放されたでしょ。めっちゃ泣いた。嘘。うん、よかった。ずっと心配してたもんね。先生ちゃんお姉ちゃんになるの。あ、聞こえてる。もうバンバン聞こえてるわ。どこやろ、ほら。うわ、ちっちゃい。1センチです。うわすごいね。よかった、よかった。よかったね。いや、まあこれからもあれだけど、最初ドキドキした。第一関門みたいな。そうだね。よいしょ、ちょっと。ドキドキしてるね。じゃあ。よかったねトゥートゥーの頭突き攻撃にも耐えた。耐えた。夜中の頭突き攻撃、うん、これからはパパにだけやってくださいね。お腹あのドスドスやるやつ、うん、よろしくお願いします。